福音宣教賞は、ローマ教皇庁の聖書の一つで、ヒカトリック国における宣教と福音化及びそれに伴う教会の活動を司る。1967年以前の名称である、不教賞賞としても知られる。この賞の長官は、決定権の大きさから長官服の色より、尺縁の教皇とも呼ばれる。現在の長官は、フェルナンド・フィローニスーキ教であったが、 2019年12月8日付で、マニラ大司教のルイス・アントニオタグレス・数奇教が任命された。大公会時代、カトリック教会は、スペインとポルトガルを被護者として認じ、宣教会を保護させて、海外進出を果たしたが、ローマ教皇庁の支配が行き届かず、また、宣教会が世俗権力と密着しすぎてしまうという弊害も伴っていた。宣教会は、 世俗権力の保護を実際に得るために、世俗権力の求める貿易の仲介や代行、外交や内政など政治への参加も行っていたのである。これらの動きへの批判として、ローマ教皇庁が新たに信徒の私獄を行い、また独自に戦況を取り行おうとする中で、不協少将がグレゴリウス15世により1622年に開設された。解説当時から、 不協商省では海外宣教会の設置、協理書の翻訳及び出版などに取り組んだ。1917年に東方協会省を分離する。ありがとうございます。